ットした。すごい気になるんだけど奥に。うわ。なんかすごいキャラクターが待ってる、待ってるのかな。こちらは何？JA の淡路島の、はい、イメージキャラクターの玉ねぎさんちゃんとレタスのサラちゃんです。え、ちょっと待って。どうした？あ、こ、あ、ほんまやここや。知らぬ間に私も連れてたんや、ずっと。ここそうやついてます？ついてる？ついてるついてる。淡路島が玉ねぎレタスが美味しいから、そう、さんちゃんとサラちゃんが生まれた感じですか？そうです。そしてそれをどんどん広めていってもらうのに誕生したキャラクターです。それではさんちゃん、玉ねぎの PR お願いします。淡路のね、玉ねぎはもう日本一美味しいぐらいだよ、本当に。うん、ねえ、みんな食べてね、淡路の玉ねぎブランド、イエーイ。おーいえー。それでは続いてサラちゃんにレタスの美味しいところを紹介してもらいます。サラちゃんお願いします。はい、サラちゃんよ。こんにちは。淡路のね、レタスはみずみずしいの、まるで私のようよ。おー、うまいこと。おい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 、今言ってませんでした。いや、言ってません。カメラさん、いや、全然言ってませんよ私のようにみずみずしい美人になってね、淡路の、ね、さ、もうええわ。うんって言ってた。もうええわ。淡路のうーんってちょっともう迷っちゃって。考えたわ今。じゃあこれがさんちゃん、さらちゃんね、もっともっとみんなに知ってもらえるように。はい、そしてこれはやっぱ見た目からして子供さんがね、そうですね、喜びますから、うん、お子さんにもきっと玉ねぎレタスを知ってもらえるようにと。はい、うん、さんちゃん、さらちゃん、ありがとう。ありがとうね。めっちゃ可愛いな、ほんまに。そんでね、さっきからね、うんうん、お子さんたちがね、はい、結構ね、行ったり来たりしてるんですけど、うん、農家さんのあれこれというイベントで、うんうんうん、農家のお母ちゃんたちの知恵を若い世代とか子供たちに伝えていこうというイベントなんです。そういうことだ。みんな恋恋では野菜ソムリエがお母ちゃんたちに教わりながら作業を行ってます。書いてる農家さんのあれこれ、あ、今日やったのはこれかな。そうです、これ食べた。わ、美味しそうや。めっちゃ野菜ポンチ。これは、お詳しい方が、はい、野菜ソムリエの和田から紹介します。野菜ソムリエ。あ、これかぼちゃ。はい、でこの赤いのはトマト。はい、そうです、うんうん、トマトのシロップ漬けです。あ、シロップです。はい、じゃあ普通にお野菜をフルーツポンチの中に入れてるわけではなく、はい、ちょっとシロップ漬けにして3日前から、うんうんうん、はい、でそれをもとに、あのシロップ漬けをもとにいろんなお野菜で今日アレンジさせてもらったんですけど、すごい新食感。え、こんなかぼちゃと、はい、かぼちゃは美味しいかもね。かぼちゃはね、農場で採れたんですね、こちらのお店で。かぼちゃとこの寒天合う。あ、うん、いいでしょ。美味しい。合うよ、美味しい。これ、うん、そうですね。で、この緑がこれはですね、はい、抹茶白玉ですね。抹茶白玉、美味しかったよ。で、この、はい、緑と赤で、はい、あー美味しい。これトマトも、うん、地元のもので、あ、そうです、全部、まあ、ほとんどね、寒天とか、はい、牛乳も、まあ、淡路島牛乳使ってますし、そうやってこだわって、はい、何よりも地元のものがこんだけ美味しいんだよっていうね、うん、PR になりますもんね。はい、こんな食べたの初めてっていうことだったんで。いや、すごいことしてるわ。 ありがとうございます。これもみなこいこやでは結構定期的にやってるんですか？はい、今は2ヶ月に1回、はい、偶数月の19日が食育の日ということでさせてもらってるんですが、昨日ちょっと日曜日なもので、はい、テーブルが十分に取れませんので、そういった時は20日とかにずれたりするんですけれども、まあ、原則19日を中心にして、偶数月に行ってます。そういうことですね。じゃあいつやられてるかっていうのをチェックしてまた来てもらって、はい、美味しいお野菜を知ってもらうと、はい、これはいい PR できたんじゃない。マジ美味しいわこれ、ほんまに。ね、ここに来た人がね、うん、もうその場で美味しいものが食べれるんですって。はい、まあ、フードコートと、あ、持って来ましたね。しました。これはなんだ。こちら玉ねぎうどんです。玉ねぎうどん、淡路島玉ねぎうどんです。淡路島玉ねぎうどんですよ。いいです ね。だから玉ねぎここで買えるは買えるんだけども、ちゃんと食べれるよってい う。こちらは、こちらは淡路牛たっぷりうどんです。ありがとうございます。なんか牛担当やね、僕玉ねぎ担当や、ね、まあ、ターザンなんで。まあね、めっちゃ美味しいです。ありがとうございます。出汁がすごいね、うん、お肉の出汁も出てるので、でしょうね。美味しい。
玉ねぎのエキスが溶け出してますから、ほんまに甘い。いやこれは最高なんですけど、うん、ちょっと甘いものも欲しいなと。任せてください。えスイーツお待たせしました。イエーイ今日食べてばっかりやな。ちょっと松井瀬さん、これ、はい、何ですか。見ての通り、うん、ブルーベリーのかき氷、はい、イチジクのかき氷。イチジクなんやこれ。こちらも、はい、もちろん淡路島産のフルーツを使ってます。おお、いただきます。初めて食べるブルーベリーのかき氷、おいしい。ブルーベリーの甘さと酸っぱい酸味と、うん、かき氷にも合うんですね。うん、おいしい。また甘さが上品やから氷自体も美味しいですね。これこれ何でやろうと思ったんですか。やっぱりここ直売所ですので、はい、何かその淡路島ならではのものをお客様に召し上がっていただけないかと思いまして、うんうんうん、それであのパティシエールと相談しまして、うん、で完成したのがこちら。なかなか食べれない、ここでしか食べれないと思う、うん、これはめちゃくちゃ贅沢やね、ほんまに。松井さん、今日本当にありがとうございました。ごちそうさまでした。こちらこそありがとうございました。マニア美味しかったです。超満腹。